セミー・シュルト、セミー・シュルト、セム・シルト、セミー・シュルト、1973年10月27日体は、オランダの男性空手家、キックボクサー、総合格闘家、南ホラント州ロッテルダム出身、聖堂会館、ゴールデングローリー所属、柔らかい館空手6段、オランダ語では、セムス・ヒルト、英語ではセミー・シュルトと発音される、 1994年の北斗記オープントーナメント初、参戦時格闘技通信編集長の浅岡秀樹がオランダ語読みと英語読みを混同したセームシュルトと呼んだことからその読み方がそのまま定着し本人もサイムと名前を表記することがあった2012年に本人が日本語カタカナ表記もセミーシュルトを希望すると表明し日本で 彼が参戦する大会を開く主催者もその通りに表記するようになった。北斗記無差別級優勝2回、第9代無差別級、キング・オブ・パンクラシスト、K1 ワールド GP2005、2006、2007、2009王者、初代 K1 スーパーヘビー級王者、初代グローリー世界ヘビー級王者、グローリーグランドスラムヘビー級世界トーナメント2012王者、 両親ともに極真空手をやっており、8歳の時に自身も極真空手を始める。後に柔らかい間に移籍。20歳の頃には全英極真空手オープントーナメント、モスクワフルコンタクト空手オープントーナメント、オランダ USA 大戦空手オープントーナメントらで優勝。ジョン・ブルミンが大同塾創設者のあずと会談し、 大道塾の大会に選手を派遣することを決め、1994年にシュルトを派遣させた。着衣総合格闘技団体大道塾主催の北時、オープントーナメントには1994年から4年連続出場。1994年11月5日には、品野刑事に一本負けで一回戦敗退。翌年の11月11日には準決勝まで進出するも、 中山正和に敗退。3位となった。1996年は、組技のトレーニングに集中的に取り組み、当時大道塾と関係の深かったパンクラスにも、出場。山田学近藤優を乗れ、柳沢隆氏、渋谷修身と試合をした。そして11月16日には、北斗家オープントーナメントで、外国人初の優勝者となった。 1997年はパンクラスで5試合をこなし、11月16日の北斗家オープントーナメントでは他の選手を全く寄せ付けず優勝しに連覇を達成した。1999年11月28日、無差別級キング・オブ・パンクラスタイトルマッチで王者、近藤優己に挑戦し、チョークスリーパーで一本勝ちを収め王座を獲得した。その後、 二度の防衛に成功した。同座は2003年の階級再編に伴い、返上した。3月18日にホットにハンドルでは、アレクセイ・メドベーレフと対戦し、判定の結果、引き分け。5月4日、ユフック31では、ピート・ウィリアムスと対戦。2ラウンド TKO 勝ち。6月29日、ユフック32では、ジョシュ・バーネットと対戦。 1>, 1ラウンド1本負け。4月21日、K1 初参戦となった K1 バーニング2002では、ムサシと対戦し、金差の判定勝ち。試合後、タフなファイトでした。思った通りの試合運びじゃなかったけど、とりあえず勝てて嬉しい。とコメントした。6月23日、プライド21では、エメリアエンコ・ヒョードルと対戦し、判定負け。 8月28日、ダイナマイトでは、アーネスト・ホーストと、K、K1 ルールで対戦し、引き分け。10月5日、K1 ワールド GP2002 開幕戦では、マイケル・マクドナルドと対戦し、判定勝ち。K1 ワールド GP2002 決勝戦への切符を手に、した。11月24日、プライド23では、当時のプライドヘビー級王者であった。 アントニオ・ホドリゴ・ノゲラと対戦し、1ラウンド1本、負け。この試合に敗れ左肩を負傷したことを理由に12月7日の K1 ワールド GP2002 決勝戦を欠場した。7月13日、K1 ワールド GP2003 イン福岡で、レミー・ボンヤスキーと対戦し、判定勝ち。十二月十一日、イノキボム・ b a u 二0三では、無差別級。 キング・オブ・パンクラス・タイトルマッチで、ジョシュ・バーネットと再戦。腕ひしぎ十字固めで3ラウンド1本負け。4月25日、プライド・グランプリ2004開幕戦で、ガン・マッキーと対戦。1ラウンド1本勝ち。5月20日、イッツ・ショータイムにて、アレクセイ・イグナ・ショフと対戦し、終始パンチの連打で圧倒されて1ラウンド警防を負け。 これが打撃系格闘技における初敗北である。6月20日、プライドグランプリ2004に ND ラウンドで、セルゲイ・ハリトーノフと対戦。マウントパンチと、鉄追打ちの連打を受けちまみれになり1ラウンド TK を負け。なお、あまりに生産な、試合内容からか、地上波放送でのこの試合はダイジェストのみの放送となった。この試合を最後に、プライドから撤退した。 11月6日、タイタンズにて、ヤンザ・ジャイアンとノルキアと対戦。先制のダウンを奪われるが、逆転して2ラウンド KO 勝ち。同年、聖堂会館に移籍し、K1 に本格参戦する。5月27日、K1 ワールド GP2005 インパリスのエウロペ、GP で3試合をいずれも KO もしくは、TKO 勝利で優勝し、グランプリ出場を決める。 9月23日、K1 ワールド GP2005 イン、大阪開幕戦では、グラウベフェイ当座に判定勝ち。11月19日、K1 ワールド GP2005 イン、東京決勝戦では体を、それまでになく絞って臨み、準々決勝のレイセフォー戦では3ラウンドにダウンを、奪っての判定勝ちを収め、準決勝のレミーボンヤスキー戦、決勝のグラウベフェイ当座戦では、 それぞれ1ラウンド K を勝利し優勝。総合格闘家としては、K1 史上初、空手家としては、アンディフグに次ぐ K1 史上を2人目王者となった。また、谷川貞春は、K1 史上最強のチャンピオンが出てきた感じと、実力を絶賛した。12月31日、K1 プレミアム2005ダイナマイトでは、アーネスト・ホーストと再戦。2ラウンド TKO 勝ち。 3月5日、K1 ワールド GP2006 インオークランドでは、ピーターアーツと対戦。やや消極的なファイトとクリンチの反則もあり、0から2の判定負け。これが、K1 における初敗北である。4月29日、K1 ワールド GP2006 イン LAS ベイグスでは、ムサシと再戦し、判定勝ち。6月3日、 K-1 ワールド GP2006 インソルでは、チェホンマンと対戦。試合は明らかに、シュルトが優勢だったにもかかわらず、地元判定によって、判定負けを喫した。8月5日、ヒーロー S で、キム・ミンスと対戦。三角締めで1ラウンド1本勝ち。9月30日、K-1 ワールド GP2006 イン、大阪開幕戦では、ビヨン・ブレギーに1ラウンド KO 勝ち。 12月2日、K1 ワールド GP2006 イン、東京決勝戦では準々決勝のジェロム・レヴァンナ戦、準決勝のアーネスト・ホースト戦、決勝のアーツ戦のすべてで判定勝利を収め、史上4人目となるグランプリ連覇を達成した。3月4日、K1 ワールド GP2007 イン横浜では、初代 K1 スーパーヘビー級王者決定戦で、レイセフォーと対戦。 1>, 1ラウンド終盤に、セフォーの左フックで K1 初のダウンを喫するも、2ラウンド開始早々に、カウンターの左ジャブ一撃で、セフォーを失神させ KO 勝ち。6月23日、K1 ワールド GP2007 インアンスターダムにおいて、K1 スーパーヘビー級タイトルマッチで、マイティモーと対戦、勢いに乗っているモーに対し、距離を取って決定打を許さず、前蹴りで、 ダウン寸前に追い込みカンプーシさんから例の判定勝ち。初防衛を果たした。9月29日、K1 ワールド GP2007 インソルファイナル16で、ポールスロィンスキーと対戦し、1ラウンドの左膝蹴りで KO 勝ち。12月8日、K1 ワールド GP2007 ファイナル準々決勝では、グラウベフェイトーザと対戦し、中盤に、 グラウベの必殺技である、ブラジリアンキックを顔面に浴びてくらつく場面こそあった、ものの、それ以外では攻め続けて判定勝ち。準決勝では、ジェロムレ・バンナから2ラウンド TK を勝ち、決勝では、ピーター・アーツから1ラウンド TK を勝利し、史上初となる K1 ワールドグップ3連覇を果たした。試合後、来年は、まだ誰も成し遂げていない4連覇を達成したいと、コメントした。 1>, 1月12日、オーストリアで行われた、ロード・オブ・ザ・リングで、ギュール・ミノ・ナドルと対戦。パウンドで1ラウンド KO 勝ち。4月13日、K1 ワールド GP2008 イン横浜で行われた、K1 スーパーヘビー級タイトルマッチで、マーク・ハントと対戦し、1ラウンド終盤に身に、バックスピンキックで KO 勝ち。2度目の防衛を果たした。6月29日、 K1 ワールド GP2008 イン福岡で行われた K1 スーパーヘビー級タイトルマッチでジェロム・レバンナと対戦し2から0の判定勝ち3度目の防衛を果たした9月27日 K1 ワールド GP2008 インソルファイナル16でピーター・アーツに0から2の判定負けしかし試合後のインタビューで判定には納得しているかとの質問に シュルトは判定についてることはありません。と前置きしたものの、アーツ選手もたくさんクリンチをしていた。今日の試合では、リフェリーも観客もアーツ選手を応援していたんじゃないかと思いますと不満をもらった。さらに K1 ワールド GP2008 ファイナルのリザーバー候補については、ぜひリザーバーの権利を与えてほしい。私は誰が相手でも勝ち抜く自信があると自信を覗かせた。 ものの、同大会のリザーバーから、シュルトは外された。この件について、谷川貞春は、シュルト選手と話し合って、総合格闘技に行くことを決めました。リザーブマッチで王座に帰り咲くという手もあったんですが、彼には、ドリームの王者になって K1 と両方の王者になること、エメリアー・エンコヒョードルと戦いたいという願いがあるみたいです。次の目標ができて、ほっとしてますよ。 とコメントしていた。しかし、シュルト本人は、決勝大会直前のインタビューにいて、リザーバーから外されたことについて聞かれると、彼らは、トーナメントから僕を排除したのに加えて、リザーブ権すら与えてくれないなんて、全く理解できないよ。僕は K1 から追い出されたと感じている。と、怒りのコメントを残し、さらに開幕戦でのアーツ戦の判定についても、僕にとっても謎だらけだよ。 僕は、ピーター・アーツには負けなかった。あのジャッジ陣には敗北ってことになるのかな。でも、もし、あれで百歩譲っても、せいぜい延長戦突入でしょと語っている。しかし、それでも、それでもあなたは、まだ K1 が好きですかという質問に対して、うん、そういう思いはまだ、今も残っているよ。ファンの人たちは僕にとって素晴らしい存在だし、このスポーツそのものも、 僕にとって非常にしっくりくるスポーツだ。数との人間と一人の人間が殴り合い、蹴り合ってファイトする。わかっているだろうこれは本来すごくわかりやすく、公平で嘘偽りのないものなんだよ。そこに変な損得感情が入り込まない限りはねと語り、K1 への複雑な思いを吐露している。12月31日、ダイナマイト。 勇気の力2008で、マイティモートドリームルールで対戦し、三角締めで1ラウンド1本勝ちを収めた。3月28日、K1 ワールド GP2009 イン横浜にて、ヘスギからケスト対戦。2ラウンドにダウンを奪い判定勝ち。5月16日、イッツショータイムの初代イッツショータイム世界ヘビー級、王者決定戦で、バダハリと対戦。 序盤からパンチの激しい打ち合いとなり、シュルトがダウン。立ち上がった後も針のラッシュに押され二度目のダウンを、喫して、レフェリーがストップを宣告し、1ラウンド45秒 KO 負けとなった。9月26日、K1 ワールド GP2009 インソルファイナル16で、新生、ダニエルギタから二度のダウンを奪い判定勝利。12月5日、 K-1 ワールド GP2009 ファイナルでは、準々決勝のジェロム・レヴァンナ戦、準決勝のレミー・ボン・ヤスキー戦、決勝のバダハリ戦のすべてで1ラウンド系を勝利を収め、1998年にピーター・アーツが達成して以来、K-1 史上2度目となる決勝大会での全試合1ラウンド系を勝利を達成し、アーネスト・ホーストと並ぶ史上最多の4度目の王座を獲得。 さらに今大会での全試合時間の合計は5分43秒で、あり、アーツが1998年に記録した、決勝大会の最短制覇記録、6分43秒、も更新した。4月3日、K1 ワールド GP2010 に横浜で行われた、K1 スーパーヘビー級タイトルマッチで、エロールジマ・アーマンと対戦し、判定勝ち、4度目の王座防衛に成功した。 10月2日、K1 ワールド GP2010 インソルファイナル16で、イッツショータイム世界ヘビー級王者ヘスリカラケスと戦い、カラケスのローキックを受け足が紫色に、腫れ上がりながらも2から1の判定勝ちを収めた。しかし、1ラウンド終了時にシュルトのセコンドが、リングドクターとレフェリーの許可を得ずにシュルトの負傷した、右すねにテーピングを巻いたことが、K1 ルールに違反しており、 このテーピングがなければシュルトは試合を続行できずに TKO 負けになっていた可能性があり、またドクターとレフェリーの許可なくテーピングをしたことに対するシュルトへの減点が行われかったと指摘され、さらに2ラウンド終了時のジャッジの採点はカズトがドロー、カズトが1ポイント差でシュルトがリードだったが、3ラウンドは明らかにカラケスが優勢だったので判定は1から1、このローになるべきなのに、 不当な判定が下された、シュルトは、反則負けで失格にすべきとの抗議文が、イッツショータイム責任者、サイモン・ルッツとブラックラベルファイティング責任者レモン、ルダーから提出されたものの、最低に変更はなかった。12月11日、K1 ワールド GP2010 ファイナルでは、準々決勝で、K、K1 ヘビー級王者の京太郎と対戦し、アグレッシブな攻めを見せ判定勝ちを収めた。 準決勝では、ピーター・アーツと子度目の対戦をし、1ラウンドはやや優勢に試合を進めたものの、3ラウンドは、アーツのローキックと、パンチに苦しみ原点1を取られる A から2の判定負けを喫した。なお、これが、K1 のトーナメント戦における初黒星となった。2011年は K1 を主催する、フェグが深刻な財政難に陥り、選手、 関係者へのファイトマネー未払いが続出して大会が開催できなくなったこともあり、シュルトは1年間を休養に充てた。2012年、グローリーと契約。3月23日、ユナイテッドグローリー15にて、ブリース・ギドンと対戦し、ギドンのパンチやハイキックなどを浴びて苦戦を強いられるが、猛攻を仕掛けて判定勝ち。試合後、リング上のインタビューで、 ギドンは本当にすごくタフだったと相手を称えた。5月26日、グローリー1にて、初代グローリー世界ヘビー級王座決定戦で、エロールジマーマンに3アーコガチを収めて、同王座を獲得した。12月31日、ドリーム 18& グローリー4にて、グローリーグランドスラムヘビー級トーナメント2012に出場し、1回戦で、 ブリース・ギドンと再戦し、2アーコ勝ち。準々決勝でリコ・バーホーベン2にある判定勝ち。準決勝で空間先2にある判定勝ち。決勝でダニエル・ミタに左ハイキックで1アーコ勝ちを収めて優勝した。2013年6月、心臓病によって現役を引退することが発表された。シュルトは現在デビット・キリアをはじめとする更新の指導を している。2013年12月21日、グローリ13東京にて、アーツ、ボンヤスキーと共にシュルトの引退式が行われることになった。シュルトの引退試合は、心臓病の回復次第で行われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。